チンタオビール博物館に展示されているチンタオビール中国のビールは20世紀に大きく生産量を伸ばした。中国で一般的なビールはペールラガーであるがチンタオ黒ビールのような他の種類のビールも製造されている。中国におけるビールの生産と消費はおよそ9000年前に起こった。中国人による近年の考古学的研究により紀元前7000年頃に ビールの禁煙と見られるアルコール飲料が小規模ながら生産されていたことが分かった。当時のビール風アルコール飲料は、米、蜂蜜、ぶどう、三座誌の実を用いて生産されており、古代、エジプトやメソポタミアで生産されていたものと製造方法が類似していることが分かった。夏、陰、州など古代中国の王朝では、ビールは先祖崇拝、葬式、 その他の儀式で重要なものとされており、ビールは、ミアマ酒と呼ばれていた。しかし、完滅防護、中国のビールは、木酒の対等で姿を消し、2000年間日の目を見ない、ままとなる。19世紀終わりまで、近代的なビールの醸造方式は中国に導入されることはなかったが、ロシア人がハルビンに、ブルワリーを建設し、さらに、ドイツ人、チェコスロバキア人、 ロシア人により、ハルビンに3つのブルワリーが追加で建設された。また、満州帝国時代には、日本人も満州ビールを設立し、その、信用の工場が戦後石化ビールと呼ばれた時代を経て、現在中国の最大のビールブランド、石化ビールの名称の元となっている。中国のビールは、主原料となる大麦のほか米、こしライ麦などを加えて、 ビールを生産する。興味深いことに、いくつかのビールは苦味を与える材料として、ホップの代わりにゴーヤを用いて、生産を行っている。中国のメディアは2001年、中国のビールの約95%に在庫期間中の沈降を避けるためホルムアルデヒドが添加されていると報じた。このようなホルムアルデヒドの添加は現在では違法となっている。 チンタオブルワリーで作成されるチンタオビールは11年連続で中国国内最大の売り上げを誇り他国にも輸出することでそのブランドを高めている国内売り上げ量では玉江ビールや遠京ビールがチンタオビールに続いているチンタオビールが生産されているチンタオ市は第一次世界大戦で日本に占領されるまでドイツが咀嚼地として利用していた場所であり ドイツ人水平への需要もあり古くからビールが生産されてきた。日本が賃太を占領し、ドイツが咀嚼権を失った後もビール生産は続けられた。他に有名な醸造会社としては、愛イ,イビール、遠鏡ビール、石火ビール、玉江ビールがある。現在、多くの国際的なビール会社が中国市場や中国のブルワリーとの合弁事業に興味を持っており、 カールスバーグのような国際的なビール会社も中国で生産を行っている。これにより中国市場での販売が可能になる一方で中国の地方のブルワリーの質を向上させるための資金とノウハウを提供しなければならない。中国国内のビール工場直営店は数えるほどしかなく、それらは西洋人コミュニティが存在する上海や北京のような大都市に集中している。 中国で最も有名な工場直営店は、上海を拠点とする拳猫山頂であり、武漢を拠点とするチェーン店の外ビール屋がそれに続く。その他、上海ブルワリーなどの新規のビール製造会社がある。近年、上海で上海ビール週間が開始され、2012年のビール祭りでは成功を収めた。 2011年より高級ビールのデリバリーサービスが上海で展開されている。デリバリーサービスを展開している会社は市外の立地の良い場所にビール専門店も経営している。注意、これは中国の主なビール銘柄の一覧を部分的に作成したものである。中国のブルワリーの大多数は地方でのみ消費される地ビールのみ生産している。香港には フィリピンのサンミゲルによる大規模ブルワリーがあるほか、地方市場用に小規模ブルワリーが複数の銘柄のビールを生産している。ありがとうございます。